皆さんこんにちは、クミガイコです。今 YouTube の動画、星の数ほどたくさんあると思うんですが、この動画を選んで見てくださって本当にありがとうございます。宇宙に関するチャンネル、黒田愛沙の YouTube を開設いたしました。記念すべき第1回はこちらの三本柱でお届けします。 YouTube という名前、思いついた時これはいけると思いました。皆さんは宇宙って聞くとどういうものを思い浮かべるでしょうか。真っ暗だ、無重力だよね、大きい、広い、星が綺麗だな、不思議、なんか怖いんだけど、ブラックホール、ビッグバン、ドラえもんの映画といえばのび太の宇宙開拓史なんですみたいな、それぞれ皆さんの人生の中に宇宙というエッセンスが入っていると思うんですね。何かイメージが湧いたと思うんです。私はこのチャンネルを登録をしてくださった皆さんのことを部員と呼びたいと思います。この動画は毎週水曜日に配信していきたいな。学校がある仕事がある家族で宇宙のことを少しでも身近に感じてもらえるように、宇宙のようにどん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 膨張していくような、そんなふうに思えるように私も頑張っていきたいなと思います。 YouTube の部員になってください。宇宙やサイエンスが好きで、その魅力をテレビだったりラジオ、雑誌、講演にいろんな媒体でお話しするという仕事をしています。宇宙タレントと調べていただくと一番上に来るようになりました。今の私の夢が宇宙飛行士になりたいということなんです。 JAXA の宇宙飛行士、一番最近あったものが2008年に募集されたものだったんですね。でそれから今12年間ない状態なんです。この3月から NASA、 アメリカ国籍の方が受けられる NASA の試験がまた始まっていて、月や火星を目指していきましょう、そういう宇宙飛行士を募集しているので、 JAXA もそれに続くんじゃないかな、いつになるんだろうかなという感じなんですよね。小さな頃から身近なことに不思議を感じる子供だったんですよ。なんでなんでマンというやつですね。地元に海岸があって、波ってどこから来るんだろう、お父さんの声よりお母さんの声の方が高いのはどうしてなんだろう、そういう疑問を持っていたんですね。それを解決してくれるのが科学、サイエンスだったんです。理科がどんどん好きになっていきました。星に興味を持つきっかけになったのはセーラームーンかもしれないです。今32歳のゴリゴリのセーラームーン世代なんですけれども、登場人物がセーラームーンから始まり、マーキュリー、マーズと惑星の名前が英語で続くんですよね。マーキュリーが出てきた時に、マーキュリーって何なんだろう、幼稚園の時に「マ」から始まるカタカナで知ってたのはマヨネーズだけだったし、キュリーはもう完全にキュウリですよね。それを母親に聞いたところ、水星のことだと教えてくれて、いや水星って何なんだろうってなった時に、ドンと宇宙の図鑑を置かれたわけなんですね。水金地火木と、こう星が宝石のように丸く、なんか可愛らしく浮いていて、図鑑のページに丸が入りきらないくらい太陽がこうページの こんな感じで書かれていて、普段見ている太陽って片手で隠せてしまうくらいなのに、こんなに自分の住んでいる環境もっともっと果てしなく想像できないくらい大きなものがあるっていうことにものすごいドキドキしたんですよね。もう宇宙が大好きなんだという
それぐらいになったきっかけが中学2年生の夏休み、服装にアメリカ旅行に連れてってもらう作文コンテストっていうのがあるのを発見して、ただでアメリカ行けるのと思って、そのテーマが21世紀を幸せにする科学っていう、科学好きにはもってこいのタイトルだったわけなんです。それを一生懸命書きました。で、応募しました。選ばれました。NASA に来ましたという感じだったんですね。中学2年生の時の多感な時期に親もいない状況でアメリカに連れてってもらって、もう本当に実物大のロケットを見たりとか、宇宙飛行士でやってきたんだよっていう訓練とかをやらせてもらえて、あ、なんか宇宙呼んでるみたいな宇宙の虜になってしまったんですね。連れてきてもらったのがアメリカのアラバマ州というところにあるマーシャル宇宙飛行センターっていうところだったんです。で、そこはその昔スペースシャトルを作っている場所だったんですね。それまでのその人類がどんな風に宇宙に挑み続けてきたのかっていう感じだったり、宇宙飛行士の方に実際にお会いして、言葉は正直わかんないんだけれども、その雰囲気とかを感じて、自分の宇宙に関わる仕事がしたいなと、宇宙に行きたいなと強く思えるその時になりました。宇宙の魅力って何なんでしょう？これは私もまだまだ答えという答えがなくて、それを探している途中でもあるんですけれども、物理的な大きさ、時間的な長さも、もう自分たちが想像をできる範囲を超えている、まだまだ謎が解き明かされていないことだらけなんです。でもこの100年の科学の進歩によって、自分たちが宇宙のどこにいるのか、どんな時代の流れの中で自分たちが生まれて生きているのかっていうことを知ることができるようになったんですよね。自分たちが行ったこともない遠い星のこと、過去のこと、未来の予測っていうのが少しずつでき始めてきたんです。どんどん知っていけるっていうフロンティアに自分たちがいさせてもらえるっていうか、その時代に立ち会えたことっていうのが、ものすごく私はラッキーなことだなと思っています。ずっと同じ場所、同じ環境にいると自分の置かれている環境がだんだん分からなくなることってあると思うんですよ。海外に行ったりすると、あ、日本ってやっぱりご飯美味しいよね、安全だよねとか、彼氏と別れましたみたいな時に口喧嘩とかしちゃったわとか、あ、なんかあの人すごいお金遣い荒かったわとか違う一歩を踏み出した時に、それまでのことが対比して見えてくると思うんですよね。そのさらに延長にあるのが宇宙だと思います。つまり宇宙のことを知れば知るほど地球のことが見えてくるんです。例えば大気とか重力とかエネルギー資源とか、でもそれって地面にへばりついてただただ呼吸をしているだけでは感じない、そういう当たり前のことが特別に見えてくるようになると思うんです。地球外生命体の存在、もしもそういうものが見つかった時に、私たちは地球の一パターンの生命の進化しか知らないから、他のものが見つかった時に初めて生命の概念っていうものが変わるかもしれないんですよね。自分たちの物差しがいかに小さくて限定的であるのかっていうのを宇宙を知ることで感じられると思うんですよね。最近宇宙ビジネスの話題とかもにぎわってきていますよね。ということで、宇宙のいろんな話をこの YouTube でやっていきましょう。こういうことをやってほしいな、宇宙の権利を持ったきっかけはこういうものだよとかあれば、ぜひコメントをよろしくお願いします。今日の YouTube はこれまで。ちなみに火星の夕日って青いんですよ。この動画が少しでもいいな、ためになったなと思う方は、いいねボタンとチャンネル登録、グリーン登録
します。部活動